じゃあ次に前蹴りの受けについていきます。基本的には左の前蹴りに対して左の下段払い、右の前蹴りに対して右の下段払いなんですが、今回はちょっと前手だけで受けるやり方をやってみましょう。はい、じゃあ左の前蹴りください。左の前蹴りに対して左の下段払い、これが、右で、左の前蹴りやってもいいんですけど、同側で受けた場合、相手の正面は取れてるけど、相手もまだ正面流れることができますよね。ただ、これが対角、左に対して左で受けると体を回すことができます。自分の目の前には相手がいるけど、相手の目の前には誰もいません。はい、やりたい放題です。ポジション取りを非常に重視しているので、こういったふうになります。ただ試合が確かに流れませんね。はい、あとは、じゃあ右足の前蹴り、こういった方があります。基本的には下段払いで払うのが推奨されますが、間に合わない場合、前手で外受けずらします。はい、さらに、ちょっと変わった受け方、こんなのもあります。右の前に刺し、ここから拳に行ってます。ちょっと特殊な拳の握り方をするんですが、刺しに行ってます。前蹴りのさばきに関してはこの